はい、皆さんこんにちは、レナです。周りの景色でもわかるかと思いますけど、私はドイツにいます。で、昨日は一日中ずっと雪が降ってたから、今はこんな雪景色 で今日は晴れてるから、今からちょっと両親と一緒にちょっと散歩したいと思います。で、散歩しながら皆さんと一緒に、まあ、マーク・チュワーベン、私の地元の雪景色をシェアしたいと思います。ママがタイを浴びてる。今日はちなみにマイナス3度ぐらいがあって、まあ、晴れてるからそこまで寒くないけど、まあまあ寒い。もうちゃんと手袋をつけて、帽子をかぶってマフラーして、タイツとかいろんなレイヤーを着てからこのダウンジャケットでちょうどいい。ママがなんか雪写真を撮るのが好きなので、どこでも止めて写真を撮ってる。めっちゃ逆光してるから見えないかもしれないけど、あっちは牧場だよ。馬ちゃんがあっちで立って寒さの中で暮らしてます。で、私たちは今からここを歩きます。この建物が昔ながらの工場で、具体的に何を作ったか覚えてないんですけど、多分小麦粉を作ってただろうっていう話は今してて、で、まあ本当に雰囲気が良くて、で、ここに水が流れてるから、その水の力で何かを作ってました。今は水の力で電気を作ってるらしい。鏡のように光ってる。全部見える後ろから。今日の青い空もすごいよ。本当にこんなに雪があってけど晴れているという日がほとんどなくて、でさっき話したら、あのホワイトクリスマスは1920年から6回しかなってないらしい。で、今年も今は綺麗けど、クリスマスはちょうど来週になってるんですけど、来週までは全部溶ける予定があります。これザ・ドイツの家だね。ここら辺にも人が住んでる。ここには川魚を育てて売ってる。もう本当に川に泳いでる魚を選んで、そこで殺されてそのままで持って帰って作れる。この家も素敵なドイツの家だね。見えるか分かんないけど、ここに魚がいる。めちゃめちゃでかい魚がいる。多分大きさが伝わってこないけど、すごいよ。私たちは今日魚を買ってないけど、また今度ここに来て魚を買って作りたいと思います。あの家本当に綺麗だね。これさあドイツの家。楽しかったやんけ。ではそうしよう。ドイツ人は散歩するのが好きだよ。そんなに人が同じ道歩いてるよ。みんな散歩だよ。ここに蜂の家になってる。まあいろんな
虫とかがここに冬に寝れるところ。たまには雪が落ちてくるよ。バイエルン州にはこういったことがちらほら見ることができます。教会だけじゃなくて学校とかでも、レストランとかでも、ここのこう村の散歩道にもイエス・クリストのなんかあれがあったりします。で、私には普通に当たり前のようなことなんだけど、なんかよく考えるとちょっとおかしいよね、そういった日本の鳥居がいろんなところにあるみたいな感じでこれがあったりしますね。今は一周しましたよ。これは先ほどスタートした時に見せた牧場がこの裏側ですよ。あっちら辺に住んでます。またありましたよ。これも冬に虫がここに入ってきて、春になるまでここで過ごせるように置いてあるよ。これ全部リンゴの木。ここに秘密の入り口があって、ここからお墓に入りました。あっちが、これが私のおじいちゃんとおばあちゃんのお墓です。だいぶ前からここで眠ってる。これで帰ってきましたよ。あっちは牧場です。こっちが家です。合計30分ぐらいは散歩したかな。もう本当に今日の天気が素晴らしすぎて、明日はもう1日ぐらいは綺麗だと思うけど、その後は暖かくなって溶けちゃうから、とりあえずこの綺麗の間には見ます。はい、これで今から家に戻ります。だいぶ冷めましたので、今からあったかいものを飲んで、クリスマスクッキーを食べてちょっとゆっくりしたいと思います。この動画が楽しかったなら、ぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。